徳川家に仕えた服部半蔵を率いる忍びたちが徳川家康様をお助けした。いざよみがえれ忍びたちよ。一度の人生楽しんでこそ幸せじゃ。忍び一の陽気者三平、いかに険しく山あれど、どこまでも己の信じる道を行け。果てんな延期まで。徳川十六神将鳴海が菅が棟梁にして鬼の半蔵と言われすば服部半蔵正成じゃ。我ら服部半蔵の忍者隊ご参りついた。さあ皆の衆、改めてこんにちは。じゃあようこそ鯉のぼり祭りへ。よう参ってくれた。さあさあさあ、ここで皆に一つ問いたいことがござる。我ら服部半蔵忍者隊、初めて見たよ。ちもの手を正直に手を挙げてみ。行さんおるわな。ゆえにこたびは我らのことを見て、そして楽しんで覚えて帰ってほしいわけじゃ。この子供の日にええ思い出が残るように我らも尽力を尽くしたいわけじゃ。さあこたび我らの演舞、皆に何を見てもらうか。それは約400年前実際に起こった出来事。我らの主君徳川家康様、人生最大の危機と言われた後に言われる神君伊賀越え、この様子について皆に見てもらうわけじゃ。さあこの窮地を脱するには、今ここにおるお主らの力が必要と相なる。故にその時いたしてほしい形がござる。それがこれぞ。さあ見たことござろう。これは刀印という形でござる。今からこの形を伝授いたすゆえに真似をしてほしい。さあ皆の衆、両手を前に出すのじゃ。さよ、両手を前じゃ。両手を前。さあ後ろの方におる者も共に真似をするのじゃ。そうじゃ、見えておるぞ。そして二本指。そうじゃ、おいで指を閉じる。指を閉じる。鏡で参る。右手が下じゃ、左手が上。ほいで左手に右手をそのまま収め、胸の前に持ってくる。そうじゃ、覆っておる。わしが演舞のさなか、せーのと皆に申す場面がござる。その時に声を出して忍と力を送ってほしい。それでは一度練習してまいるぞ。それでは党員を組むのじゃ。日本参るぞ。せーの、見事なり。演武の背中もそれでよろしゅうお頼み申す。服部半蔵忍者隊演武開幕である。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせん。主君、徳川家様のお命は我らが守ります。敵が次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためにも家康様を岡崎城に無事
お連れせねば。今こそ伊賀者甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、まず服部半蔵に力を貸してはくれぬか。承知。こっちじゃ。半蔵様、ここは拙者にお任せください。頼むぞ。はっ。とどめじゃ。総勢300名集いし、忍びたちとともに民の幸せのため、天下太平のため、この命にかけて家様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど教えた党員を胸の前で組むのじゃ。そうじゃ、わしが制度を申したら大きな声で忍と力を送ってくれ。参るぞ。せーの、もっとじゃ。せーの、皆の衆、ありがさんじゃ。皆の者、元気丸、参る。行くぞ。忍びの者たちがかたじけのうござった。礼を申す。この功績により我らは鳴海以下衆として取り立てられ、わしはその棟梁でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、してそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、現世に磨いては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、かかかり失礼さん。さあ、これが神君伊賀越えの様子でござった。さあさあさあ、先ほど我らのことを初めて見たっちゅうものが行さんおったわけ。あら、なんと。そうなんじゃ、夢に。ええ機会じゃ。我らのことを改めて紹介いたすという。はい、承知いたしました。さあ、我ら徳川家康の服部半蔵忍者隊は愛知の魅力として忍びの文化を日の元世界に発信するべく日々活動しておる忍び集団でござる。暑いな。日頃はですな、名古屋城っちゅうところで平日はドーンおもてなし。さあ、そして同日祝日にはこのような侍忍者ショーを行い、皆々を盛り上げておるわけでござる。そんな我らがな、日々世界に向けて発信するもの、それは現世の SNS というものじゃ。ほう、ソーシャルメディアというもの。例えば Twitter とか YouTube とかな、あとは Instagram に Facebook に TikTok と、このような様々な SNS を駆使して我ら忍びの情報、まあ、かっこいい姿、忍術体術などを量産発信しておりまするゆえに、ぜひのお手元のからくり機で徳川家康と服部半蔵忍者隊と検索いたして、すべての SNS 援軍よろしゅうお頼み申す。よろしゅうお頼み申す。そうそうそう、このまあ現世ではな、まあ暑なってきておるわな。そしてまあじき夏を迎える。はは、そう、そんな夏に負けぬ体作りを共にいたしたいと思う。ゆえにここからは忍びの修行に強制的に付き合ってもらう。強制的に題してな、もう忍者体操。忍者体操になりますね。さあ、忍者体操とはですな、体を動かしながら忍術を
と6つも学ぶことができる体操にございまする。6つも？この度子供の日にございます。子供の日じゃ、行さんのわっぱたちが会いに来てくれましてありがとうございます。ぜひな、そんなわっぱたちと共に修行してまいりとうございまするがゆえ、ぜひ座っておる若様姫様、その場にお立ちくださりませ。いやー、立つぞ皆々。ありがとうございまする。そう、立つのじゃ。ほれほれほれ。さあ、この忍者体操、例えば手裏剣の動きでござったり、刀の動きでござったり、浮き矢の動きが出てきます。その他にもですが、簡単な動きがいろいろ出てきまするがゆえ、前におる我ら忍びの真似をしながらぜひともやってみてくださりませ。それでは改めて音楽お願いいたします。さあ、ではまずは両手を前に出して2本指を作りまする。さよ、2本指じゃできるか。指同士をくっつけ申して、ここからが重要じゃ。重要じゃと。右手が下、右手下、左手が上、上、できたら下の手を上の手の中にスポンと収めて胸の前に持ってきまする。先ほどやった遠いんですが、これは我ら大事な戦の前や任務の前に心を落ち着かせる際に使っておりましたがゆえ、ぜひとも皆も活用してみてください。ではまずは膝の曲げ伸ばし、はい、曲げて伸ばし、曲げて伸ばし、小さくなって小さくなる、大きくなる、大きくなる、今一度2に巻いて、はい、曲げて伸ばす、はい、曲げて伸ばし、小さくなって小さくなる、大きくなる、大きくなる、手裏剣を打つぞ、手裏剣構えて、シュッ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 、もう一度構えて、シュッ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 、次は刀を構えて、刀を打つ、ヒールエイヤー、うまいぞ、もう一度いくぞ、エイヤー、浮き矢を構えて、大きく息を吸って、はー、ふー、上手じゃな、目の前の敵を思いっきり、はー、ふー、上手じゃ、できたらキラキラと斧がの周りを輝かせてくださりましょう。素晴らしい、みなみな、キラキラじゃな。さあ、では右から力飛ぶ、力飛ぶ、飛ぶぞ、いや、いっしょー、はい、今一度、はい、反対に力飛ぶ、力飛ぶ、飛ぶぞ、はい、もう一度、はい、さあ、ニンに戻って、最後は拙者のせーので万歳で終わりまするよ。あ、せーの、万歳、素晴らしい。さあ、この忍者体操、先ほども申したように、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんで大丈夫。さあ、この忍者体操ですな、我らの公式 U のチューブの方でも我らのご指南動画が上がっております。ぜひ屋敷に戻ったら2番もやってみてくださりませ。お見事でござった、お見事でござった。さあ、この後すぐに名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃ。そのままその場に立ち止まるとえ。それでは皆の衆、また名古屋城で会おう。その場所